こんにちは、フットボールレディオの松です。雑談ラジオ第8回の収録でございます。ゴールデンウィークも終わりまして約1週間経ちました。気温も少しずつ上がってきまして、少しずつね、薄手の、洋服を着られている方も続々と現れてきているのかなと思うんですけれども、皆さんゴールデンウィークどういった風にお過ごしになられましたか？まあ、僕はですね、少し仕事があってお休みもあってという形だったので、完璧にゴールデンウィークすべてお休みになったというわけではないんですけれども、お休みがね、まあ、少しいただけたので、友達と会ったり、まあ、実家に帰ったり、お出かけしたりね、自分なりにちょっと休みを取らさせてもらって過ごさせていただきました。ですので、まあ、今回のラジオはですね、基本的にはほぼゴールデンウィークの話になると思います。ではね、まずゴールデンウィーク、私松はですね、まあ、開始早々、ゴールデンウィークスタート早々ですね、実家に帰りました。予定がありまして、4月の29日かな、29日がゴールデンウィークスタートだったと思うんですけれども、29日に、すぐに実家に帰りまして、母親と、まあ、父親と、まあ、僕姉がいるんですけど、まあ、家族4人で、まあ、食事をとったり、ちょっと話をしながらですね、まあ、仕事の話とかちょっとする形で、まあ、過ごさせてもらって、一泊しました。で、次の日、京都競馬場に行ったんですよ。天皇賞がですね、行われておりまして、私松はですね、競馬に行ったことがなかったんですね。なんですけれども、やっぱりテレビで見てたりとか、それこそ馬娘がねすごく流行ったりしてたじゃないですか。なのでどうしてもね、やっぱり大人になって、せっかくこう大人の遊びをできるんだったら、競馬をねやっぱり一度は生で見てみたかったし、やっぱり100キロ以上ある、何百キロとかだと思うんだけど、すごいね、体の大きい馬が全速力でこう数頭がね、まあ、10頭、11頭、12頭とか、まあ、レースによって変わると思うんですけど、それだけの馬が走ってる時のその躍動感とかね、音とか、その競馬場の雰囲気とかね、まあ、いろいろちょっとやっぱ知りたかったんですよ。なので初めてね、やっぱ素人で行くってなったら行き方もわからないし、その入場券の買い方とかもわからないんで、まあ、もちろんね、調べたらある程度買い方とかはわかるんですけど、やっぱりちょっとこう敷居が高いというか、なかなかこう一人で行く度胸もなかなかつかないというかね、ちょっとこう難しいじゃないですか、初めての場に一人で行くって。皆さんも同じだと思うんですけど、なのでどうしてもやっぱり専門的なスポーツだと思うし、専門的な知識がたくさんいる場所だと思ったんで、一人で行くよりもそういった知識を持ってる人と絶対行った方がいいわと思ったので、僕普段すごく仲良くしてる友達がいまして、本当に毎週末連絡取ってる友達がいるんですけど、その友達がね、競馬がすごく好きで、競馬場によく行ってレースを見に行ったりとかよくするんですよ。で、馬の知識とかすごく知ってて、昔からずっと競馬が好きで、もう学生の頃から仲いいんですけど、もう本当に小中学生ぐらいの頃からも競馬の話をずっとしてたんですね。なんかお父さんに連れて行ってもらったりとかして、競馬の魅力に取りつかれた友達だったんですよ。なので、まあ、連絡を取ってるんでね、頻繁に、まあ、競馬ちょっと行ってみたいと。で、ゴールデンウィーク期間中に何か大きなレースないって聞いて、友達が帰ってくることをしてたんで、こっちにすると、まあ、京都競馬場がリニューアルされて、天皇賞春っていう大きなレースが行われるから一緒に行こうじゃないかっていうことになって、連れてってもらったんですよ。ね、入場券とかも買ってくれて、馬券の買い方とかも全て本当に現場に行って教えてもらったんですけど、めちゃめちゃ人が多くて、本当にリニューアルされたばかりなのか、まあ、天皇賞春っていう、まあ、大きなレースがあるからなのか、まあ、多分両方の要素があったからだとは思うんですけれども、京都の淀駅っていう駅で降りるんですけどね、本当にもう降りた瞬間からすごい人で、もうみんなね、もう競馬の話してるんですよ。
今日はジャスティンパレスがいいんじゃないかとか、タイトルホルダーだろうみたいな話をしてたりとかね、まあ、その天皇賞春に出ている、まあ、強い馬なんですけど、でも僕着いた時にねすごく思ったことがあって、競馬って僕の中でやっぱり大人のスポーツっていうイメージがあって、どちらかといえばこう中年代の男性が好きなイメージがあったんですよ、まあ、いわゆるおじちゃんというか、まあ、40、50代の男性が、まあ、好きなイメージがあったんですよ。なのでそういった年代の方が多いんじゃないかなと思ってたんですけど、着いたらびっくり、本当に若い人めちゃめちゃ多いんですよ。大学生とか多分20歳ぐらいの方とかね、30代の方とか、あと女性も結構いたし、家族連れとかもいて、本当に老若男女、本当に様々な人がいたんですよ。びっくりして、なんでこんなにいるのと思って、で友達に聞いたんですよ。昔からこんな感じなのって聞いたら、いや昔は実は違って、僕が想像していた 40、50代、60代ぐらいの男性が中心だったと。だけどここ最近は馬娘ができて若い子の注目を浴びるようになったし、競馬場もどん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 綺麗になって、一般的な印象がどん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 変わっていって、よりこう広く受け入れられるスポーツに最近変わっていったから、これだけ若い人も多いし人気のスポーツになったっていう風に言ってたんですよ。なので友達曰く、今までの受け入れ体制とはまた違う、時代も変わって若い人もどんどん受け入れられるようになったのは、間違いなく馬娘というコンテンツがすごく影響を与えていると思うって言ってたんですね。なので馬娘の功績はすごく大きいってその友達は言ってました。まあ、実際、まあ、コロナ禍があったじゃないですか、まあ、多くのスポーツが入場制限かかったりとか収益のところで落ち込んだりしたじゃないですか。でもその中でも競馬は常に右肩上がりだったみたいなんですね。まあオンラインで馬券を買えたりすることももちろん大きな要因の一つだけれども、たくさんの方が見ることになったから、競馬がコロナ禍であったとしても危機的状況にならずに収益を右肩上がりで上げ続けることができていたんじゃないかなって言ってたんですよね。なのでやっぱり競馬というスポーツが、まあ、どれだけ人気なのかっていうのを、まあ、現場に行って改めて知ったし、もう駅降りた瞬間からすごかったんでね、人も。なおかつ僕がねもう一つ思ったことがあって、それがめちゃくちゃマナーいいんですよ。きっちり列に並びますし、追い越すとかそういったシーンもほとんど見なかったし、なおかつ僕はあの立ち見席というか、500円で入れる券で僕入ったんですよ。なので、まあ、立ち見ってなると、まあ、いろんな人がやっぱりガーッとこう押し寄せてきて、僕の中でね もっとぎゅうぎゅう詰めになって、こう見るのもちょっとこう危ういぐらいになるんじゃないかなと思ってたんですよ。でもそのメインのレースね、天皇賞春とかになると当然やっぱり人はすごく来たんだけれども、すごく間隔を空けてて、一人一人がこう見やすくて苦しくないような状態でその一つのレースを楽しんでるんですよ。そのね一体感というか、もうみんながみんな別に話し合ってるわけでもないのに、一人一人がその意思を持って行動をとって、ちゃんと間隔を空けて一つのレースをすごく楽しんでたんですよ。でそのシーンにね僕ちょっと感動して、マジかと。やっぱりいろんなイベントそれなりに一過させてもらったりしましたけれども、もっとやっぱりぎゅうぎゅうだし、なんか印象の悪い人で言えば蹴ったりとかね、割り込んだりする人もいるじゃないですか、大きなイベントに行けば行くほどね。でもそういったことがね、僕が見かけた感じだと全くなかったんですよね。そこがもう本当になんて言うんだろう、紳士のスポーツというかね、もう本当に大人のスポーツだなって言ってすごく感じました。なのでこれからね、まあ、競馬初めて行くとか、競馬にちょっと興味があるけれどもちょっと行くのちょっと難しいかもなとか、そういうね人混みとかちょっと苦手だなとか思う方もいらっしゃると思うんですけども、本当にねその辺に関しては
あまり心配する必要がないと思います。本当に皆さん礼儀正しくて、一人一人がもう自分たちが競馬のイメージを作っているっていう、ちゃんとその気持ちを持ってやっぱり行動されている方が多いから、本当にね、女性も行きやすいと思います。男性もね。なのでぜひ行ってみてください。本当にね、もうそこでまずもうすごく感動させられます。そしてもちろん本番のレースなんですけれども、当日僕はですね、昼前後ぐらいに入ったんですよ。昼前だったかな、まあ、11時過ぎ12時前ぐらいに、淀駅に着いて、そこからちょっと、入場列に並んで入ったっていう感じだったんで、大体は12時前後ぐらいに、まあ、京都競馬場に入ったんですね。で、当日確か12レースあったんですよ、京都競馬場で。で、メインの天皇賞春が11レース目だったんですね。なので少しちょっと時間があったんですよ。なんですけど、僕はやっぱり初めて来たし、競馬を見るのが初めてなんで、やっぱり馬が走ってる姿をやっぱり見たいんですよ、音を聞きたいんで。なので、まあ、並んで、まあ、あのレース後にね、やっぱり皆さん一回引かれるんですよ。ご飯行ったりとか食事に行ったりとかされるんで、皆さんが引かれたタイミングで前の方に行って、馬を見て、まあ、そのレースの音とかね、馬の走ってる音とか聞かさせてもらったんですけど、なんかね、地響きに近いというか、本当に人間にはやっぱり出せない音、本当に自然に動物が走ってる音なんですよね。で、しかもやっぱり馬ってやっぱり一頭すごくもう何百キロとか多分あるでしょ。なのでそういった馬がやっぱり10頭とか11頭とか、まあレースによって変わると思うけれども、それだけの馬がやっぱり一気に走っていくわけですから、やっぱり音のね、その激しさというか高揚感というかね、本当にすごかったです。特に天皇賞春メインのレースになると、やっぱり人もすごく入ってきて、僕早めから前の方に撮ってたんで、結構というかもうほぼ一番最前列に近いところで見てたんですよ。そして当日はね、まあ、東京とかでも競馬が行われてて、まあ、交互にまあ行われてるのかな、モニターとかで映し出されてたんですけど、まあ、天皇賞春になってもうスタート、もう馬がパドックから流れてきて、その馬のゲートみたいなところに入っていくじゃないですか。でもう皆さんが拍手ですよね。まず多分今からこう走っていく馬に対してなのか、その会場に対してなのか、ちょっと何に対しての拍手なのか分からなかったんだけど、でもやっぱりこの1レースをみんなで楽しみましょうっていうような、もう拍手がね、もう至るところからやっぱりこう上がって、でレースがスタートしたんですよ。だからもうね、まあ、5、6レース目からやっぱり僕見させてもらってたんですけど、やっぱり5、6レース目ぐらいだと、もちろん拍手とかももちろんあるんだけれども、スタートした時はそんなにこう歓声がいきなりあるわけではなくて、こうゴールに近づいていく瞬間にちょっとこう歓声が上がったりとかしてたんですよ。なんですけど、天皇賞春になると、もうスタートした時からもううわーってもうね、すごいもう歓声で、スタートして一番人気のタイトルホルダーっていう馬がいたんですけど、そのタイトルホルダーをね、こう人気がないって言うとあれですけど、オッズ的にちょっと低かった馬が先頭に立ったかなんかで、タイトルホルダーのペースをちょっと乱したというか、ちょっとこう番狂わせみたいなことがスタートでちょっと起きたんですよ。こうイレギュラーというか、ね、でそれをやっぱり僕は遠目から見てて、やっぱり素人なんでわからないんですよ。まずどれがタイトルホルダーかも正直遠目だとちょっとわからないし、この馬のその色とかね、まあ、毛並みとか走り方とかでそんなわからないじゃないですか、初見で行ったばっかりなんで。なのでもうどれがその人気の馬で、どれがその僕が選んだ馬かもわからないままスタートしてるけれども、ね、でも皆さんわかってるんですよ、やっぱり好きな人が多いんでね。もうその番狂わせみたいなことがもうスタートからちょっと起きてたから、おわーみたいな、ちょっとこう歓声とそのどうなるんやろうみたいな、なんかスタートがちょっと荒れてんぞみたいな、ちょっとこうどよめきというかね、うわーって走って、でまあ来るじゃないですか、バーッとこう2周走ったのかな確か。でも近くに来た時はね、やっぱりまあ馬の大きさとかもそうだけれども、やっぱり皆さんね、それをメインにやっぱり見に来てるから、もう近くに来た時なんてもうね、歓声がすごすぎて、もう馬の足音がほぼ聞こえなかったんですよ。
もう本当にそれぐらいやっぱりすごいから、もう人気もね。でバーって1周目回って、で2周目やっぱりゴールなんでね、でもそれぞれの馬がまあ本気を出すというか、多分それぞれの馬のまあレーススタイルっていうのがあると思うんだけれども、まあ先行型とか、こう後ろから最後の最後にこう追い越していく馬が、ね、いるとか、まあ馬によってそのスタイルっていうのは変わってくると思うんだけど、こうバーって来た時にその一番人気の馬がいなかったんですよ、そのタイトルホルダーっていう馬がね。で最終的にレースが終わった後に気づいたんですけど、まあ、途中で棄権してたみたいなんですね。なんか怪我か何かしたのかな。なので最終的に、まあ、ペースを乱されたこともあったのかもしれないけれども、まあ、状態がもしかしたら整ってなかったのかもしれないけれどもね、まあ、素人なんで僕分かんないですよ詳しいことは。まあ最終的にその馬が、棄権をしていて、最終的に勝ったのはジャスティンパレスっていう馬が勝ったんですよ。でその馬に乗っていられたのがルメールっていう騎手の方が、乗られていまして、あの僕競馬のことはあんまり詳しくないんですけど、ルメールっていう方は知ってたんですよ。あの競馬って言ったら僕の中でやっぱり例えば馬だったらディープインパクトとかゴールドシップとかオルフェーブルとか、あとは北サンブラックとか、まあそういう有名な馬というか、まあ、一般の方でも知ってる馬しか、まあ、僕は知らないんですけど、まあ騎手ってなったらやっぱり皆さん想像されるのってやっぱり武豊さんだと思うんですよ。僕もやっぱり競馬って言われて一番最初にそのジョッキーの方で一番思い浮かぶのはやっぱり武豊さんなんですよね。なんですけど、まあ、僕も当然やっぱり競馬を見に行くわけですから、ある程度やっぱり情報を仕入れたかったんで、今その人気の人とか誰が強いとかやっぱり調べるじゃないですか。でその時に出てきていたのがそのルメールっていう方だったんですね。でその人はフランス人なのかな、多分そうだと思うんですけど、すごくこう上手い人みたいで、本当に多くのレースを勝ってきてる人みたいなんですよ。もう獲得賞金とかもすごいみたいで、まあそれだけやっぱり実力を持ってるみたいだったんでね、やっぱり下調べして友達にも聞いたりしたら、もうスタート前からね、もうルメールっていう人は本当にうまいから、しかも乗ってる馬がジャスティンパレスっていう、まあ、人気の馬、オッズ的にも結構高い馬に乗ってるから、この人が勝つ可能性多分あると思うよって言ってたんですよ。でその馬が実際勝って、僕はあのシルバーソニックだったかな、確かそういった名前の馬に僕かけたんですよ。で結果は確か3着で、まあ、僕がかけたかけ方だと当たらなかったんですよね。なんですけど友達はそのメインの天皇賞春よりも前のレースにも何個か友達はかけてたんですけど、結構当ててたんですよ。てかほとんど当ててたんじゃないかな。最終的にはほぼプラスで最終的には帰ってるんですね友達は。でその友達はその天皇賞春もバッチリ当てまして、ジャスティンパレスが1位に来るっていうことをもうスタートからずっと言ってたんですよ。最初に会うじゃないですか、まあ、駅でね、会った時から、一緒に向かってる時から、天皇賞春はもう俺はジャスティンパレスが1位に来ると思ってるってずっと言ってたんですよ。で結果最終的にジャスティンパレスが1位になって、3連複だったか、なんかそういったかけ方をしてたんですけど友達が。で実際、まあ、かけた金額自体はそんなに大きくはなかったんで、まあ、払い戻し金みたいなものはそんなにいきなりボンとこう膨れ上がったわけではないんですけど、でもやっぱり最終的には大きく膨らんで、まあ、帰ってきてたんですよね。なので本当にすごい夢のあるスポーツだなって思いましたね。僕もねシルバーソニック1位来てくれってずっと思ってたんですけど、まあ残念ながらね3位で終わってしまったんで、まあ、3位でもすごいと思うんだけどね。でもまあやっぱりね、せっかくかけたんだったらやっぱ当たりたいじゃないですか。まあ、競馬してる人はね皆さんそうだと思うんだけれども、まあでもね、残念ながら最終的に僕は一つも当たることなく、京都競馬場を去ったんですけれども、でもねやっぱりその金額云々よりもやっぱり僕の中ではやっぱり馬の走る音とかね、あの環境とか競馬というスポーツをファンの方がどういった形でやっぱりこう扱ってて、どういった形でその行動を示しているのかっていうのを、まあ、感じ取れたんで、最終的に金額で言えばマイナスですけれども、
まあ、勝ち取った得た、感情っていうのはすごくもうプラスな材料ばっかりだったんで、本当にね今はもう次のレース早く行きたいんですよね。まあ、次ね、まあ、僕もやっぱり普段仕事してるんで、まあ、簡単には行けないんでね、ちょっとまずは飼い方を覚えたりとか、その馬のその戦歴の見方とかね、いろいろまずそこをまずベースとして覚えていかなければならないんですけど、でもまあ知り合いにね、まあ、競馬が大好きな友達がいるんで、まあ、彼に聞きながらね、まあ、ちょっとずつ覚えて自分もね、データとか集めていきながら、ね、競馬にちょっとこう関われていけるようにね、こうかけていけるようになっていければなと思いましたね、はい、ですので、まあ、あの僕と同じようにまだ競馬に行ったことないとか、ちょっと競馬のちょっと敷居が高くてちょっと一人で行くのちょっと億劫だなとか、そう思う方って多分たくさんいらっしゃると思うんですよ、僕と同じように思ってる方って。でも本当に行ってみたらもう本当に環境の良さとか、もう一人一人のそのマナーの良さとかね、本当に素晴らしかったんで、本当に一歩ね勇気を踏み出すことだけだと思うんで、まあ、僕は友達に買ってもらったんでね、そこはどうなんだっていうことにはなるけれども、まあそれこそ友達にね、まあ競馬好きな方がいらっしゃるんだったら、まあぜひ一緒に行ってもらって見てもらえたらなと思います。そして、まあ、競馬を見終わって、まあ、私松はですね、まあ、そのまま一度実家に帰ったんですよ。で実家に帰って、まあ、その日も一泊しまして、休ませてもらいました。で次の日に、自分の家に戻って、収録できてなかったマンチェスターユナイテッドの試合だったかな、確かバイエルンだったかな、実家にいてね、すぐに収録できなかった試合のラジオを投稿させてもらって、まあ、他のね、まあ、YouTube の活動というか、まあ、ちょっとサッカー部屋を今作ってるんでね、もう本当に最終段階まで今来てるんですけれども、まあ、その制作をちょっとしたりとかして、過ごしました。でその後まあ仕事があったりとか、まあいろいろあったりとかして、まあもちろんまた休みをもらえてたんで、その休みの日にまたなって、おばあちゃん家に行ったりとか、あとは、友達、その競馬に一緒にいた友達が、僕の家に来て、泊まって、ちょっと話したりとかしました。まあ、本当に競馬の話ばっかしてたんちゃうかなと思うんですけど、昔のレースの話聞いたりとかね、こういった馬がいて、こういう物語があって惜しまれる形で引退したりとか、本当に大活躍している中で怪我して、ね、残念な形で終わってしまった馬もいたりとか、もう本当にいろんなことを教えてもらいました。しかもねやっぱり、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、好きなこと話してる時ってやっぱりすごく輝いてるというか、もう自然な笑顔がめちゃくちゃ出てるじゃないですか。で僕もやっぱりサッカー話してるときやっぱりそうみたいで、その友達にもよく言われるし、家におるときとか実家におるときとかでもやっぱりサッカー話してるときが一番楽しそうだって本当によく言われてたんですよ。まあ、自分でもねやっぱりこうどんどんこう言葉が出てくるというか、あれも話したいこれも話したいとか、であれとあれを紐付けてまだ話したいとかいっぱい出てくるじゃないですか。なのでその友達も、お風呂に入って飯食いながらその競馬の話してる時すごくこう楽しそうにしてたし、で競馬の話だけじゃなくて僕のサッカーの話とかしてる時も、まあ、僕も多分そういった表情になってたしね。だからこう僕が何か一つの趣味に対して大きな愛情を持ってるからこそ、別の趣味だったとしてもやっぱり気持ちはやっぱり共有できるじゃないですか。やっぱり否定的な気持ちにやっぱりならないじゃないですか。逆にこの人をここまで引き込むそのスポーツだったり趣味だったりとかの魅力を逆に知りたいって思うじゃないですか。だからこそやっぱり趣味の持ってる人とか好きなものがある人と話すときってやっぱり楽しいし、こう身になることというか知識になることもすごく多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、僕はね、こういう関係広いわけではないんで、それほどこう一つのことに対して愛情をたくさん持っている方、まあ、世の中にはたくさんいると思うけれども、やっぱり広くない分そういう人と話す機会というのはそんなに多くないんでね。なので皆さんもそういうね、まあ、趣味を持っている友達って多分近くにいらっしゃると思うけれども、もうどんどん聞いてもらったら本当にその人の魅力も知れると思うし、その人がハマってる
その趣味のことも知れると思うし、自分の知識にもなるんでね、どんどん聞いていってもらえたらなと思います。それこそね、競馬とか本当にすごく面白かったんで、ぜひ行ってみてくださいね、はい。そしてゴールデンウィークまだまだ続くんですけれども、私まずですね、まあ、ツイッターでもちょっとつぶやいてちょっと皆さんに聞いたりとかもしてるんですけれども、あのカメラをですね買いたいと思ってまして、あの、まあ、いわゆる、まあ、生配信とかを、まあ、これから行っていきたいなと思ってるんで、まあ、もちろん収録に使ったりとかねする、まあ、カメラなんですけども、まあ、そのカメラをですねやっぱり買いたいので、いろいろ見漁ってるんですけど、正直ね僕カメラ素人なんで全くわからないんですよ。どのカメラを買ったら自分が求めてるものなのかっていうのがわからないんですね。で、あれもこれも欲しいってなったりするとやっぱりお金はどんどん高なっていくじゃないですか、金額が。で、最終的にもう何を買ったらいいかわからないんで、あの大阪の梅田にソニーストアってあるんですよ。ソニー専門店があって、そこに行ったんですよ、カメラを見に。ちょっと僕の家からだとすごく遠いんですけど、まあ、ちょっと朝早く起きて、まあ、行ったんですけど、まあ、すごいねいろんな種類のカメラがあって、まあ、店員さんが声かけてきてくれてね、で僕が求めてるものをこう話したりとかして、これですねあれですねっていうことを勧められたんですけど、まあ高いんですよ本当にね。もう日々節約生活をしている私からすると本当に大金で、もうポンと買えないんですよね。なのでちょっと難しいなと思って断念したんですよ。で、扱ってるものが一眼レフのカメラがすごく多くて、いわゆるまあビデオカメラって呼ばれるような、まあ、映像を撮る専門のカメラがあるんですけど、そのカメラはそんなにたくさん扱ってなかったんですよ、そのお店では。なので、まあ、ネットを見漁ればね、まあ、ビデオカメラっていうのもたくさんあると思うんで、まあ、そっちもちょっと探してみようかなと思って、まあ、ソニーストアに行って、まあ、最終的には買わずに戻ってきたんですけど、で今もこのラジオ収録している時点ではまだ買えてません。まあ、それだとね見に行った意味ないじゃないかっていうことにはなるんですけど、ただもうある程度絞ってます。もう 2,3 個ぐらいに今絞ってて、この3つのうちのどれかにしようと今もある程度絞って、もういつまで経ってもね、こうあれもこれもっていうのを見てたらいつまで経っても決まらないし進まないんで、もう自分が求める機能がまずついてればもうまず行こうかなと思って、ある程度絞ってます。まあ、大体 20-30万円ぐらいの、まあ、カメラになるかなと思ってるんですけど、でもまあそのカメラを買って、YouTube のね、まあ、撮影とかもどんどん行っていきながらね、まあサッカーの中継見ながらね皆さんとちょっと話したりする時間もちょっとまた設けさせてもらったりとかして、活動にちょっと幅をね持たせていこうと思ってるんで、またねよろしくお願いします。そして話はまた変わりますけれども、ゴールデンウィーク期間中ですね、まあ、始まる前にですね僕ちょっとある計画を立てておりまして、どういった計画かと言いますと、私松のですね究極の晩飯を作ろうと思ってたんですよ。で、究極の晩飯ってどういったものなんだって言われたら、例えばまあステーキとかね、お寿司とか、まあ、いろいろあると思うんですよ。こう人気の夕食ってね。でもやっぱり皆さんそれぞれに好物って当然分かれてるわけじゃないですか。で、それを僕は食べに行くっていう選択肢ではなくて自分で作ろうと思ったので、自分が選ぶ究極の晩飯を作ろうと思って、まあ、スーパーに行っていろいろ買い出しとかして、まあ、作ったんですよ。でね、僕バカなのがね、もうそれをね写真とか撮ってインスタグラムとかに載せたらね皆さんに伝わりやすかったんですけど、もうね作ってる最中からもううまそうすぎてね、もう早食べたってしゃあなくて出来上がってすぐ食ってもうたんですよ。で、食べ終わってあーうまかったって思ってソファーにこうグダッとなった瞬間に、あ撮るの忘れたってなってたんですよね。本当にもうバカだなと思ったんですけど、まあ、ちなみに何を作ったかと言いますと、まずですねメインは金目鯛の煮付けを作りました。そしてご飯なんですけれど、僕はですね炊き込みご飯が大好きでして、その中でもですね山菜ご飯が大好きなんですよ。もう本当に大好きで昔から大好きなんですけど、その山菜ご飯と金目鯛の煮付けと
そして青さの入った味噌汁と、そして筑前煮、そしてナスビの漬物、これを作りました。もう僕が選ぶ究極の晩飯ですね。もうザ和食なんですけど、僕はねもう昔からもう和食が大好きで、もう煮付け系がまあ好きなんですよ。まあその中でも筑前煮はもう僕の中ではもう別格の域に入ってるんですけど、まあ筑前煮も魚の煮付けとかも好きだし、ひじきとかも好きだしね、あとは肉じゃがとかも僕も本当にもうめちゃめちゃ好きだし、あとはおでんとかね、こういったものも僕めちゃめちゃ好きなんですよ。なのでそこをメインに究極の晩飯を作りました。でお漬物は僕ナスビの漬物が一番好きなんで、まあ、自分で漬けて食べてるんですけど、お漬物ってねやっぱりこうお口直しにすごくいいんですよ。まあ、何でもそうだと思うんだけれども、例えば濃いめの味付けのものを食べた時にお口の中ってやっぱりその味付けが残ってると思うんですよ。なんですけどお漬物を一つ入れることで、お漬物のその、まあ、塩加減というかそれにもよるんだけれども、素材の味を生かしたものの口に変わるんで、次入れるものの味をこう、 うまくこう伝えられるような気がするんですよね。なので僕過去にもラジオでお話ししたと思うんですけど、僕漬物は必ず作りますし、晩飯夕食にはだいたい出すんですよね。というかないとちょっと厳しいというか、ないことがちょっとこう考えられないので、昔から僕実家におる時からも、まあ、漬物は基本的に自分で作ったりとか、母親にちょっと買い物を行った時にちょっとねナスビ買ってきてとか、きゅうり買ってきてとか、白菜買ってきてとか言ってちょっと買い物だけしてもらって、家で作ったりとか、あとはまあ市販のね漬物をちょっと買ったりとかしてね、よく食べてたんで、まあそれは大人になっても変わらずっていう感じなんでね、まあ、僕の究極の晩飯にも当然入ると。まあ、本当にね、百貨店とか僕行くのも結構好きなんだけれども、大体僕ねあのケーキコーナーとかじゃなくて漬物コーナーに大体いるんですよね。前の職場が結構僕都会の方の仕事だったんで、都会の方にある、まあ、百貨店とかもあるじゃないですか。でその百貨店にちょっと仕事の帰りに寄った時とかに、大体まあ漬物屋さんに一直線で向かって漬物屋さんでこうやってまず見るんですよ。だからなんか新しいねこう漬物とかも出てたりして、その店員の方にちょっと聞いたりして、これどんな味なんですかねとか、これってどういう食感になってるんですかとか、おすすめどれですかとかね、まあ、いろいろ買いましたよ本当に。玉ねぎとかも買ったしね、ズッキーニとかも買ったし、あとはトマトとか、あとはかぼちゃとかね、美味しかったんですよ。まあ、いろいろ食べましたよ本当に。店員さんに聞いたりとかしてね。だそれぐらいやっぱりもう昔から好きだし、大人になってからも好きで変わらずって感じなんで、当然やっぱりね究極の晩飯に入るし、入らないわけにはないんで僕の中でね。まあそういった感じで自分なりに計画を立てて、まあ、全部自分で手作りして自分の究極の晩飯っていうのを作りましたけれども、もう最高でしたね。まあ、あれがもう毎日出てきてくれたら最高だなと思うんですけど、まあでもね、まあお嫁さんがいるわけでもないし、彼女がいるわけでもないんでね、そういったものを作ってくれる人もいないんでね、自分で全部作るしかないですけれども、でも自分が和食が好きだからね、もしねお付き合いする人とか結婚する人ができた時、その人もね和食好きである人がいいなと思いますけどね。なのでまあ皆さんも、まあ、ゴールデンウィークも終わりましたけどね、まあ、休日はあると思うんで、自分なりにこう選んだ究極の晩飯っていうのをぜひ作ってみてください。もう最高ですよ。もう作ってる時からまあウキウキですからね。まあちょっとピザとかになってくるとね、ちょっとこう自分で手作りするってなったらこう生地ね仕込んで寝かせてとかちょっともう大変だと思うんですけども、まあ作れないわけではないけどね、僕もまあ作ったことあるんで、まあそれでもやっぱりこうね、自分でこう何かを作って食べるっていうのはこう休みの日しかできないことだと思うんでね、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、では最後に、普段通りサッカーの話にちょっと触れさせていただきたいなと思うんですけれども、変更していきたいなと思うんですけれども、先日ですね、バルセロナに在籍しております、セルヒオ・ブスケツが、
バルセロナを退団することを発表しました。驚きですね。まあ、私が本当に天才と呼べる選手の一人ではないかというふうに過去にもですね、特集で組まさせてもらった時に話させてもらったんですけれども、まあ、とうとうバルセロナを去ることになると、イニエスタ、ブスケツ、シャビ、本当にこの3センターはですね、もう圧倒的でしたから、本当に強かったですからね、バルセロナが。まあ、今も強いですけどね。とは言ってもやっぱりあの時代のやっぱりバルセロナってこう多くの人を引きつけたチームだったと思うし、どんな相手から見ても難敵と呼べるような最強クラスのチームだったと思うんですよね。でそのチームの、まあ、心臓の部分を、まあ、担ってた人なので、まあ、バルセロナを離れてしまうことはですね、やっぱりまあ最近ちょっとまあ衰えが出てきたりとかしているのはまあ否めないので、まあ、いずれはねどんな選手であったとしても去ることは、ね、仕方ないことなんですけど、だとしてもやっぱりちょっとこう寂しい気持ちはしますけどね。まあ、行き先として MLS とか、まあ、サウジアラビア系のクラブになるのではないかとか、まあ、いろいろちょっとこう噂は上がったりとかしてますけれども、もしかしたらねヨーロッパの別の国の、まあ、クラブとかでプレーする可能性もまだねあると思うし、プレミアリーグとかはちょっと厳しいかもしれないですけどね。でもやっぱり彼の能力、特に判断のレベルとかキックのところとかを見ればね、まだまだ、トップオブトップのクラスでもまだまだ全然できると思うんで、できるだけねヨーロッパでプレーしてもらえたら我々としてもね普段から目にする機会もあると思うんで嬉しいんですけど、ただまあね本人がやっぱりイニエスタと同様にやっぱりトップオブトップのクラブになってバルセロナと戦うっていうことを避けたいっていうふうに考えた場合ね、やっぱりヨーロッパではなく、まあ、別の国のクラブに行ってプレーする環境を選ぶ可能性も当然あるんでね、まあ、MLS とか、まあ、サウジアラビア系になってしまうのは、まあ、致し方ないのかなっていうふうにも思います。はい。まあ、とは言ってもですね、まあ、バルセロナのサポーターの方々にとっては特に、とてつもない愛情と信頼を持って応援されていた選手の一人だと思うので、本当に時代の移り変わりを感じますけれども、本当にさよならすることがね本当に相当辛いと思いますけれども、最後の最後まで、今シーズンの最後の最後までね、ブスケツのプレーを目に焼き付けて、バルセロナにいたセルヒオ・ブスケツという男のプレーをですね、まあ、後世に語り継げるようにしていかなければならない存在だと思うんでね、最後の最後まで彼のプレーを目に焼き付けていきたいなと思います。はい。ということで以上でございます。雑談ラジオは月に1回行わさせていただいております。ですので次回は6月ということになりますので、まあ、より一層気温が上がって、暑苦しい状態になった時にまたラジオ収録することになると思いますけれども、また次回もねぜひ聞きに来てください。あとですね、普段からたくさんのラジオ、サッカーラジオの方を投稿させていただいているので、ぜひそちらの方もですね聞きに来ていただけたらなと思います。はい。では最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。